こんにちは、荒谷です。現在、スペインに来ております。バルセロナですね。午前はスペイン代表とゲームをして、練習したんですけど、午後はオフということで、ちょっと街の方に行きたいなというふうに思います。タクシーで行こうと思ったんですけど、タクシーがちょっと捕まらないんで、ちょっと YouTube のネタになりそうな電車でちょっと行きたいなというふうに思います。じゃあ、行ってきましょう。うん、汗やばい、汗がやばいよ行こう。今回は福島くんと一緒に街に出るんですけど、多分チケットミスったね、これこれ大丈夫かな。バルサーまで行きたいと思いますとりあえず、今電車を待ってるんですけど、電車が20分おきということで、東京でいう埼京線みたいなもんですね。懐かしいっす。高校生の時は1本逃すと20分待つっていう、もう経験値が。山手線ぐらいでやっぱ来る電車はないね。ないよ、スペイン海外だから。こう山手線は3分だからね、たまに2分みたいな。まあ僕たちはちょっとね、やっぱバルセロナに来たってことはね、そっちの街に行きたいということで、1時間かけて、そう、今から繰り出すんですけど、まあ僕の拙い英語を駆使しながらちょっと行っていきたいなと思います。で、電車の様子とかもちょっと上げれたらなと。ご飯食べてる様子とか、カフェの様子とか行っていきたいと思います。チケットを買ったのをミスったと思って、あの通したら意外といけたっていうね。いけたね。いや、次はまた違うチケットを買わなきゃいけないらしいいや、街だね、街だね。なんかもうこの建物の感じが見てきたね、うん、今からご飯食べたいね。そうだね。なんかそうなんだよ、こういう感じで。まあ日本でいう表参道みたいなところですかね、これは多分。今ちょっとご飯を探しております。こっちで合ってんのかな。こっちだよね、多分いい感じに。なんかこことか多いっす。あ、ここはかアイスか、ジェラートか。じゃあ違うな。なんだ。ビール飲みたい人がいます。お、なんか、あ、ピザか。美味しそう。ピザか。あ、ここカフェ的な。迷うね。なんかこういうテラスみたいなところでご飯を食べたいっていう気持ちもありますけどね。まあもうちょっと進んでみよう。うまかったね。めっちゃうまかったよ。とりあえずピザを食べる。そう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 。ヨーロッパで次はまあ夜というかパエリア食べたいから、うん、今ちょっとカフェ行って。そうだね。で、あれ見に行こう。サグラダファミリア行こう、うん、スペインといえばな。そうだね、うん、1回だけ行ったことあるんだけど、うん、まあまだ工事してるでしょあれ多分。してんのかな。多分してるかも。それをまあ見に行くっていう。で、
ちょっとコーヒーでも飲んで。いいね。で、海沿い行って。いいね。パリア食べると。最高じゃん。もう少しで着くみたいだから見てこう。いやー、着きました。着いたよ。デデン、サグラダファミリア。まだ工事してます。初めて。トモ、なんだかんだ、なってます。金がでけえな。まだ工事してる。これ何年工事してんだよ。渋谷の駅よりずっと工事してんな、これ。渋谷の駅も俺が生まれてから一生工事しとるからな。サグラダファミリアの近くのカフェに今向かっております。コーヒーしよう。コーヒータイム。ちょっと歩いて疲れたな俺。普段歩かんから。陸に弱いからね。そう。でもこの街の雰囲気、なんか歩いてて飽きないんですよね。結構いいよね。だいぶこのなんか鳴き声、鳥の。コーヒーをゲットしました。ゲットしました。これなの、まだ混ざってないからね。うめえ。最高。今ならちょっとね、さっきいたサグラダファミリアのところからちょっと裏側にちょっと行きたいなって思ってます。うわ、なに桜、これなんか降ってきたぞ。コーヒーを飲みながらサグラダファミリアを眺めるという。すげえな。感じてる。行こう、次。です、これは。いや、着いたね。着いたね。ビーチですよ。やっとハーバー的な。ちょっとね、歩きすぎて喉が渇いた、ね、水飲みたい。コーヒーとかじゃなくて、純粋に純粋に日陰やりきたいもんね。今これ YouTube 撮ってなかった。ビーチに着きました。暑すぎるよ。暑いよ。見てよこれ、みんなこの人すごくない。暑い。なんか入ってくれば。いや、それはちょっと。なんかさ、本当に同じ世界なのかって感じだね、日本と。なんか日本もこうやって戻ってほしいなって思いますけどね、僕は。うわー、いい匂いする。それマジでパエリアの匂いするな。マジでパエリアの匂いする。マジで。あ、バルセロナの、あ、シンボルじゃねえか。見えねえわ、バルセロナのシンボルみたいな。
の。そろそろお店に多分着くと思うんですけど、その前に水が飲みたいっていう。水が飲みたいね。お店に着きました。着いたよ。パエリア食べるし。パエリア。こういうのこんな感じ。絞っていきたいと思います。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、そのすべてを愛してたあなたと共に。レモン。何でもでも。オッケー、食べます。とりあえず。あ、これ俺のじゃない。めっちゃうまいでしょこれ。オラムビームビーイエスムビー、うん、グッジャパン、イエス、日本人ですか。日本人です。おはよう。私はマコト。マコト。え、食ってみ？うまいよ。めっちゃうまいっしょ、それ。なんか日本の居酒屋のあれじゃない。あ、それ熱いわ。いや、これが、うまそうだね、これは。これが本場のね。これが本場のパエリアです。パエリアが来ました。食べます。うまい。どう？本場のパエリアはね。うん。マチクソうまい。マジで。マチクソうまい。ちゃうよね、なんかね。たまんね。エビとかも。パエリア食べてきました。美味しかったね。めちゃめちゃうまかったよ。今こちらは何時でしょう、これは。これ何時？7時。7時。19時。19時ですね。うん。この明るさよ。で、見てください。これ日本の3時とか4時の感じ。それね。まだ帰る気配ないから。すごいね。まあこんな感じで今日はスペインの様子をお届けしましたけれども、皆さんどうだったでしょう。ちょっと日本とはね違うあれが見れたかなと思うんですけど、まあバルセロナに来たければ僕に言ってください。どこでも案内するんで。ということで、この動画いいと思ったらグッドボタンと、コメント、チャンネル登録お願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。オラー。